その前、はい、俺青汁のフルーツ青汁の話が聞きたいんですよ、はい、フルーツ青汁の話ですかなんでフルーツ青汁をやったのか元っだってさ<う>脱税したんだからさ、はいはい、絶対稼いでるわけですよ <laughs> いやいやもう <laughs> それだってさ<う>稼いでないのに脱税できないからねうそうです僕はあれっすねもともと25歳になってから、まあ、その前からそもそも18歳から会社やってたんですけどいろいろあってですね裏切りとかいろん,んなことあって一回ニートみたいになったんですよ何の会社やってたんですか アフィリエイト ?2007 年の11月に、まあ、その脱税の事件になったメディアハッシュ会社を作るんですよ。その時多分僕18歳でな。何のアフィリエイトやってたんですかえ、いろんなのやってましたね。もう本当に、まあ、携帯の柄系の時代だったんで、うんうん、よくあれ公式サイトとか、315円とか525円のリ的な。あったじゃないですか、あのキャリアの、そのアフィリエイトとかをやって、高校生で月四0 0万くらい稼いだんですよ。 でその流れで起業して、まあ、アフィリエイトの会社をアフィリエイトで400万稼ぐって相当だよ結構大変ですよ個人で、ね、でででマックスで本当ななんでそんそ稼げたねえっと多分稼げた要因としては2つあってののアフィリエイトの黎明期だったんですよ、うん、それまではパソコンのアフィリエイトいっぱいあったんですけど、うん、携帯アフィリエイトこれからだよねっていう時に入れたのとあ,、ね、あと若かったっていうのがあります高校生だったんで、うん、それこそ,その今で言うとスマホ世代の。 スマホを持って生まれた人たちじゃないですけど、すごい大人たちがやっぱわかんないような、なんていうんですか、こうセンスがあったんですよね。若い、若い人ゆえの、こういうふうにしたらアクセス流れるみたいな。それでまああの うまくいくことができて<う>、ね、年商は、まあうん、ね、アフレートだけで一億人ぐらい。行ったんですよ。十九<う>、二十歳で,で。はい、は,は,はい、はい。で、それから、公式サイトの会社だったんですよ。次、うん、アフレートだけじゃ食っていけない。っていうか、将来どうなるかわかんないんで。うんうん、K. D. D. I. とかソフトバンクの、三百五十万円、五百二十五円のサイト、を五十個ぐらい作って。うん、キャリアに申請して、うん、まあ、いわゆる認可をもらって、サイトを作って、やってて、うん、じゃ、これから会社を大きくしようぜって時に。まあ。 その役員の裏切りとかいろんなことがあって、うん、あた個人的にもやっぱ経営者っていう職業に未来を感じられなくなったんですよね。でニートになったニートになったんです、うん、ニートになって FX とか株とかを、うん、やるようになったんですよ、うん、で,でまあでもやっぱいずれもう一回会社をちゃんとやりたいなと思ってて25歳から本気で会社をやるって決めたんですよ、うん、で25歳になりましたとじゃあ何やるんですかって時に当時そのニートの時に株取引をめちゃくちゃやってたんで企業分析ができるようになってたんですよね。うんで 僕これから来る事業でなおかつ自分の好きなことなんだろうなと思って調べまくってたんですよ、うん、そしたら今で言うとこう D2C ってなんかみんな騒いでますけど、うん、僕始めた時は D2C って言葉なかったんですけどいわゆる単品リピート通販っていうのがすごい来てると、うん、での、まあ、後に D2C なんですけど当時はなくてそれが来てるとあとまあ僕美容が好きだったんでその美容商品を売る通販の事業をやればいいんじゃないかと思ってでとりあえずマーケティングから入ったんですよ、うん、どうやったらその 通販で、ネット通販で、まあ、スマホ向けに売れるかということを超研究して、それは結構簡単だったんですよ。アフリエートやってたから。アフリエートやってた感覚があったんで、簡単になんとか、なんかこうハックっていうか、なんか解析できて、じゃあ商品を売ろうって時に、まあ、何売ろうかってなりました。で、えっ、ー、と、本当に商品なんでもよかったんですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと、スマホ向けに通販を売る、ノウハウをもう、なんていうんですか、方程式みたいなのが当時あって、それはもう僕が熟知、 調べて熟知してたんで、何でも良かったんですけど、とりあえず第1弾で青汁を出そうと。で、第2弾で化粧品出したりとか、毎月いっぱい商品出していこうねっていう戦略で、青汁をまず作ったんですよ。で、普通の青汁だとやっぱジジババ向けの青汁たくさんあるし、やっぱスマートフォン向けに若い人向けに売りたかったんで、あの、まずい青汁飲まないじゃないですか。だからさ、それでさ、フルーツ青汁ってなかったんですか、これ。フルーツ青汁はですね、厳密に言うとヤクルトが出してたんですよ。 たただスマートフォン向けに出してるのはなかったです<ー>ドラッグストアにヤクルトの朝のフルーツ青汁みたいなのがあって<ー>、まあ、それもちょっとまあ参考にしたんですけど、まあ、酵素とか入れてより美容に特化した青汁を作ろうとなるほどいうことになりましてあのネットでそしたらめちゃくちゃ売れたんですよ。でどんどん商品投入するはずだったんですけど<ー>それよりも売れどんどん売れてくんで、まあ、やっぱその配送とかプリフィルメントとかコールセンターとかめちゃくちゃ大変になって追いつかなくて、まあ、結局 次の商品が出せたのはた1年後ぐらいなんですよ。ええ、でもめちゃくちゃ売れたでしょめちゃくちゃ売れました。年商どれぐらいだった年商最初、初年度8億、2年目18億、3年目130億いった。最はい、そこをバーッていった。ねえ、なんでさ、それでさ、上場とかしなかったのなんか上場することに、なんか僕、あんまりメリットを感じなかったんですよね。いや、メリットありますよ。売ればいいかなと思ってます、会社ん、いや、売ってもいいんだけど、売ってもいいんだけど。